皆さんこんにちは。今回は表参道を紹介します。ランチやカフェなどグルメ情報に加えて、ショッピングにおすすめの場所や明治神宮まで紹介します。デートや観光など表参道に行ってみたいという方はぜひ参考にしてください。では行きましょう。メトロ表参道駅から明治神宮方面に歩いて、まずはランチを食べようと思います。ここはもともと明治神宮への参道として整備された道で、美しい欅並木が続き、クリスマスにはイルミネーションがとても綺麗で、デートにぴったりのスポットです。右にあるのは有名ブランドのロエベですね。千と千尋とコラボした商品を売っているようです。この後近くのポップアップストアにも行こうと思います。ちなみにコラボしたウェブサイトもあり、とても面白い作りなので、興味のある方は概要欄から飛んでみてください。ランチはここで食べようと思います。アニベルセルカフェです。表参道駅からすぐ近くの場所にあります。結婚式場が併設されたカフェで、安くはないですが優雅な雰囲気で食事を楽しむことができます。メニューとしてはランチプレート、パスタ、カレーのほか、カフェメニューとしてドリンクやスイーツが楽しめます。僕たちはランチプレートとパスタを注文しました。ランチプレートは1つ1980円で、いろんな野菜があってヘルシーでとても美味しいです。ではこのまま明治神宮方面に歩いて、次は買い物をしようと思います。表参道ヒルズですね。ここは世界的に人気のラグジュアリーブランドが数多く出店する商業施設です。またご覧の通りクリエイティブなデザインとしても有名な施設で、各フロアのスロープは表参道の道の勾配とほぼ同じ角度に設定されており、店舗が路面店の感覚で楽しめます。ジュエリー系のショップが多いので、小物やプレゼントを買うのに良いかもしれません。続いてはカフェに行こうと思います。表参道ヒルズの裏手に入り、少し進んだところにあるカフェです。宇治園裏参道ガーデン店です。ここは古民家をリノベーションしたカフェで、内装から和の雰囲気を感じることができ、抹茶やほうじ茶を使ったスイーツが楽しめます。僕は笑みがこぼれるモンブランを注文しました。お茶がついて1320円になります。抹茶好きにはたまらない美味しさでした。では通りに戻り、続いてはロエベと千と千尋のポップアップストアに向かいます。道中にあるこちらのカフェも人気のお店です。ラルフズコーヒーというお店で、服のラルフローレンによるカフェです。ラルフローレンの世界観で統一された店内で、ニューヨークで人気のコーヒーが楽しめます。隣にはラルフローレンのお店もあります。歩道橋を渡ってすぐのところにキディランドがあります。こちらの行列は今人気のちいかわのガチャガチャのようでした。リカちゃんやシルバニアといった子供が好きなおもちゃはもちろん、大人でも楽しめる雑貨がたくさん販売されています。この裏を少し進んだところに、ロエベと千と千尋がコラボしたポップアップストアがあります。こちらがポップアップストアになります。1月16日までの期間限定だったのですが、建物ごと千と千尋の世界観にデザインされていて圧巻です。
では通りに戻り、次は明治神宮に向かいます。ちなみに目の前にあるのが東急プラザで、向かいにあるのがラフォーレ原宿ですね。どちらも若者向けの人気ファッションブランドが入っているので、ここで買い物をしてもいいかもしれません。ここを少し進むと原宿駅があり、その先に明治神宮があります。ちなみにここを右に曲がると竹下通りですね。竹下通りの食べ歩き紹介動画も投稿していますので、ぜひ見てみてください。では中に入っていきます。明治神宮は名前の通り明治天皇を祀る神社で、2020年11月に創建100周年を迎えたそうです。初詣の時期には例年全国トップの参拝者を誇ります。自然豊かなパワースポットで、お参りするだけで心が洗われる気がします。ではお参りしていきます。ここは神社にあたるので、2礼2拍1礼でお参りする形になります。お賽銭を投げて2回お辞儀をして、その後2回拍手を打ち、お祈りをして最後に1回お辞儀という流れになります。皆さんはいつもどんなことをお願いしますか？僕は特にお願いはせず、今年も一年よろしくお願いしますとか、今年もありがとうございました的なことを祈ることが多いですね。最後に紹介するのは根津美術館です。少しルートからは外れていますが、ここは表参道駅から明治神宮とは反対方向に8分ほど歩いたところにあります。絵画や古美術など毎回テーマが異なる展覧会が楽しめる美術館となります。表参道の紹介は以上となります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画が面白かった、役に立ったという方は、高評価、コメント、チャンネル登録のほどよろしくお願いします。ではまた。春よ来い。金魚。小学校のお土産のキーホルダーであれさ、え、誰、大谷君、ほんまや、すごいな、こんなんできんねん。ボールだ、リアルに体こんな感じじゃないの。あ、でも結構でかそうやもんな。ボールがきらめいてるな。